こんにちは、平山茂です。今日は6月29日火曜日でございます。時刻は3時38分。皆様、今日もお仕事お疲れ様でございました。お疲れ様です。お疲れ様です。いやー、ちょっと今日は名古屋は暑い。ちょっと今日も名古屋市内のね、とある立体駐車場でちょっと涼んでるんですが、去年こんな暑かったっけ。さあ、出動しますかね。出動しましょうかね。もしかしたらね、見てる人の中で、おい君、なんで暑い暑い言ってんのに長袖なんだって思ってる方いらっしゃるかもしれませんね。それはですね、車乗ってるともう今ここ日が当たってるんですけども、まあ、日焼け防止ですね。全然大した理由ではないんですけど、涼しさよりも日焼け止めを優先しました。焼きたくないんですね。若い頃はね、いいんですよ。ガングロ時代もありました。毎週海行ってね、そんな真っ黒な時代もありましたけど、もう今は違うんですね。できるだけ焼きたくないんですね。さあ、今日のお供はハリボー。そうだな。こう芝を刈ってると、芝刈ったところに、まあ、今の時期だとね、ムクドリがすごい集まってくるんですよね。芝刈った後のところになんか虫が湧いてくるのか、見つけやすいのか。すごい狙って芝刈りしてるおっちゃんのすぐ後ろにムクドリがめっちゃいるみたいな。何言ってんだ。さて、明日で6月も最後ですからね。あと1日頑張りましょう。明日1日頑張ったらもう7月なんだ。早い早いですね。びっくりしゃ。あとちょっと僕はちょっと頑張ろう。よし、出動。さあ、ではまた明日皆さんお会いしましょう。平山茂でした。おやすみなさい。おやすみなさい。またね。大丈夫ですね。大丈夫だ。眩しいな。大丈夫だね。大丈夫だ。サイゼリヤ寄って帰るか。大丈夫ですよ。大丈夫。サイゼリヤ久しぶりだな。よし。